ですね。聞こえてますか？聞こえてますか？皆さん聞こえづらい？マイク押さえてる？これ聞こえる？うわすごい。で漏れるよ。いやー、ノーマル漏れないし、ノーマルです。鼻水がすごい出る。鼻水が。寒いっすね今日。今日めちゃくちゃ寒いんで皆さん、風邪ひかないように。風邪ひかんごつね。
手毛寒い、手毛寒いから風邪ひかんごつ、鼻水鼻水噛みすぎるとね、鼻荒れちゃうんでね、皆さん鼻荒れには気をつけて。風もね冷たいしね、寒いね、今日どんどん寒くなってる気がする。寒いっちゃけど、えいえいえいで、あーこの間えいえいアジアアーティスト R、 いやーなんかすごい過去一緊張した、過去一は盛りすぎた、最近の中ではちょっと緊張したね。すごいなんか、アウェイな感じ。楽しかった。勉強になった。セブンティーンも会いましたよ。みんなかっこよかった。ストレイキッズも普通にヤバかった、エグかった。ストレイキッズね、曲めっちゃ聴くんで、パフォーマンスもすごかったな。ちょぬん、オクトイムリダ。りょうき、ああ、りょうきはね、BE:FIRSTとその楽屋が隣だったんで、もう、合ってたっていうか、もう、ずっと同じ空間にいたって感じ。もうね、でやってたけど韓国にいるみたいな感じ、韓国のアーティストの皆さんがね、もちろんほぼいて、日本のアーティストはもう3チームぐらいしかいなかったんで、すごいね新鮮で、なんか楽しかった。気合入りましたね、やっぱ。そんで今日はウィズブルのポップアップ初日、皆さん本当にね寒い中ありがとうございます。ああ今日ジョブチューンですね、放送ジョブチューン見てください皆さん。ネットでもね、その買えるので、ポップアップで買えないっていう方もぜひネットの方で、でもなんか一部商品がね遅くなってしまうみたいな書いてあったね。あ、完売したのかな。すごいね、ありがとうございます。あれもだって可愛いもんね、なんかって言うんだろうな、女性も男性もなんかみんなつけれるから、みんなあれつけてほし
ネックレス欲しい、買ってください。ぜひ。可愛いんで。徐々にね、前先行販売していただいた時に注文してくださった皆様は、昨日今日届いたっていうのをすごい見てたんで嬉しいですね。お揃いです。お揃い。なんかね、指輪のサイズも僕ちょっとはめた後にちょっと締めてるんですよ。こうやってギュッて、それで調整してます。なんかこういうタイプだからこれをキュッてして、でもあんまやりすぎるとね怖いんで、ほどほどに。まだ届いてないっていう方もいるので、楽しみにお待ちください。ネックレスもね、可愛いよ。なんかすごい馴染むというか、なんだよな、華奢なタイプなんで。しかもチェーンもね、細めにして、でその中にこうパールがポツポツとあって、いいですよ。メンバーも欲しいって言ってた。昨日からね、この右目がすごいピクピクなるんだよ。ピクピクピクって、なんでなんかこうなるんですよ。で大げさに言うと、ウィズブルで一番好きなアクセサリーは全部選べない。まだシルバーとゴールドどっち買うか決めてないです。うん、迷いどころですね。見ます。どっちも買ってみるっていう手もあるし、普段どっちつけてるのかな。なんかそういう自分の合う色をなんか調べてくれるところがありますよね。あなたは何色、何べですよみたいな、なんかある気がする。確かにゴールドの方が肌なじみがいいと思ってゴールドにしました。あー確かに、シルバーも、シルバーもいい、シルバーもいいんだよ。むずい。イヤーカフは、いや取れたことない。俺だって普通に AAA の時ずっとつけてたけど大丈夫でしたよ。パフォーマンスはね、さすがにイヤモニがね当たるからね、つけれない。ここにね、ちょっとイヤーカフもちょっとキュッてしてます。まあピアスのつけ方がちょっと難しかったです。あれね、確かにな、コツがあるんですよね。コツがあるんですよ。これそのコツが分かれば悠々でいけます。青べと黄べ、どっちだろうね。俺の多分どっちもいけますよ。
チョコバナナクレープ食べた。この間原宿で、原宿でクレープ食べました。久々に、久々にっていうか初めて食べたかも、原宿で。電波悪すぎ。今トンネルなんだよ。赤髪ね、ずっと言われてる。どれにしようか。ということで、今日は、初のポップアップということで、ビズブルの寒い中本当にありがとうございました。まあね、どこかで行けたら行きたいですね。スケジュールが、タイミングが合うようにします。合えば行きます。多分なんとも言えない、まだ。なので皆さん、
信も。もう、1年、経つ。経ちそう。ありがとうございます。皆さん、ゆっくり。今日は、日曜日ですか？今日は、土曜日？日曜日か？今日は、土曜日か。土曜日。ゆっくり。お過ごしください。おやすみなさい。ああ、そう。